こんにちは。膝の治療を専門に行っています整形外科の柳沢です。今回は膝のお悩みの一つベーカー脳腫についてお教えします。ベーカー脳腫とはガングリオンの一つで、膝の裏にある関節液という液体を含む滑液胞が炎症を起こして膨らむことを言います。見た目にも分かるぐらいになるので悪性の腫瘍かもしれないと心配になって来院される方が多いですが、基本的には問題ありません。変形性膝関節症、関節リウマチ、痛風、血性反応陰性脊髄関節症など膝関節の病変がある方に見られることが多いのも特徴の一つです。症状としては見た目の違和感だけでなく、膝を曲げた時に圧迫感があったり、しびれ、ふくらはぎの張りと痛みが出ることがあります。ベーカー脳腫は放っておいても問題がない場合が多く、気がついたら関節が吸収され治っていることもあります。痛みや腫れなどが強くなり日常生活に支障を来すようなら、湿布や内服薬とともに注射器にて関節液を吸引して経過観察します。一度滑液胞が膨らんでしまうと元に戻ることはないので再発することが多いです。どうしても気になる方は滑液胞を摘出する手術もありますので、整形外科に相談してみてください。